ってねえよ全然。やり方が舐めてかかってるだけで。ほら。いやだからやり方が舐めてかかってるだけで。まいたしは。これと。あと、リケ剤、自分言ってなかったけどさ、リケ剤さ、それ売ってるやつ、販売してるやつ、それが150、いや150、うん、結構大量に来るよ、うん、北海道よく出てるよね、うん、北海道だけじゃない、いっぱいいいでしょ、使い方でかい、うんうんうん、真夏はこっちのボトルの方が漏れないしね、それは好き好きさ、でも本格的に買わないで好きだよ、それとあと68とこれあのどんぐりあの混ぜ合わせてさ勝手に使うってやつ、これとこれで6815やもんね、そう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 、これは空箱だけだけどね、6815、社長のとこ送ったやつ、社長これは2キロ缶、うん、あこれは1リッターロイヤル缶、1キロ缶、それ特注品、え誰これ高橋石油さんの作業やってるやつ、おああ一番最初に引っ叩いてさテストやった時、これああこれつけとったら絶対移動八さんも、あそう、うん、なんでどんなに硬いかっていうのが分かんねえと思う、うん、人は、あそう、いやだからさそれやると初めてあるやつが硬いんだと思っちゃうわけよ、それ柔らかいんだ、いやいや発散にしろ栗にしろさ、うん、ガラスクロスをちょびっとあれ表面につけてやったら全然違うと思うよ、うん、前やってたんだよね68が、うん、66ガラスクロス、うん、さ大変だからさやめた、前やってたやってた、これどっかで見た、これ表面、うん、表面にピュッとついたのどこで触ったのかな、表面に つけてた、うん、エマだよ、エマだよ、社長がなかなか教えてくれもんねこれ、エマだよ、エマだよだよ、すごいよエマだよ、もう使うあれだろ、機械がないだろ、誰ん閻魔大王の特効薬は月板で使うよ、ああ月板でね、月板やる、だって月板ないじゃん貼る機械が、なかなか社長ん20日頃来てみりゃいいじゃねえ、あそう、うん、20日頃うんうん、もうワーゲンはテントの下に追いかぶさってる、あ本当にワーゲンがあるの、ワーゲンやらないか、あのバス、うん、ワーゲンバスどうして言ったの、ワーゲンバスどうするんだって、だから言ったらもう、それさゴールデンウィークまで終わるって、それは無理やけど綺麗に終わらせるよって、ゴールデンウィークまで、ゴールデンウィーク、前まで、じゃあ本格的にあれじゃん、うん、必要じゃん、スキー対応の、でさ、うん、そこの社長がさ、うん、お母さんがね、先お渡ししとくね、はい、持ってくやつはあのこ の箱の中に入れて持ってけよね、それであなたが望んでた8383ね、これそれだろ、うん、ねこれ8383H 使う機会逃したろ、だから説明聞いてると、いや
明日使いたいんですよ。え？エクステンションで？いや違う、これはもう終了したけど、ほら、ああ、マフラーが違う用途で、マフラーのエンド、はいはいはい、違う用途でね、うん、それがさ、ガバッて開いとるならそこ、うん、ワンポイントで攻めたかったけど、うん、もうスカスカでだけネットをぐるぐる巻きにして一旦発散でビューとのヘラで伸ばしてやって、その上から発散のペーストで、なんすかそれ。だからこれは月板用のよ。それブランクか、これが透明か、それはなんか何にも入れてないやつ、これが透明品、これシリコンに加工したんですか。あ、違う、それに直接流した。どうでこんなできるの。いや、これがパテ状さ、だから月板貼る用の、これがパテ状。パテと液とさ2種類あるから、使いもうやりたい放題じゃん、そういう意味では。え、固まってく時もあれだろ、そのまんまで固まるだろ、固まるさ、テストやったんだよ、その角のピン角ね、痛くなってる角はそのまんまでさ固まってんだよ、垂れない垂れない。その液が、それ液でしょ、これ液、うん、それ液でしょ。でもそのパテはさ、パテのまんまで垂れない。よいしょ、垂れない。これさ、あ、これ真空ダンプした。ああ、それは あのアクリルの耐薬品製のうんと高いアクリル、うん、みたいな材料だから、アクリルとは違うんだけど、真空ダンプじゃないよ、それ型だから。型に流し込んだんだ。金型に流した。あ、うん、射出液、インジェクション。いつ頃の製品？それは 3,4 年ぐらい前のじゃない？プラスチックだ、それはあれだよ、変色しないよっていうか、ずっと高級材料だもん、見かけはちっちゃいけど。これがあれ ?902 だろ。違う違う違う、それはプラスチック。だから社長、これこいつナンバー10、ナンバー10すぐ蒸発してどっか行っちゃうもん、ね、そうだよ、ナンバーテンいいでしょ。それと、とっときの検査も聞くさ。何ですかこれ。え、FRP の検査、血管の叩いたり、あ、モルタルとか、うん、前やったことあるんだよ。缶詰のです、缶詰協会から、うん、缶詰の検査さ、打検って、工事でもそうだけど叩く音でさ、あの腐ってるとか腐ってねとか、スカスカなとかね、そうそうそう、ガスが出てるとか出てねとかさ、俺も検査してもらいたいや、人生スカスカで、うん、検査した方がいいかもしれない。分かんじゃん、10キロネットとか言うんだってあるよ。何でそれ、あれで、誰が使うんですか。船造船だって10キロセット何個やるもん。何ですか、うん、あ、社長、20日頃から20日頃来れるっすか。ワーゲンマスクも作りますよ。あ、そうだ、うん、マジで、マジで延々とおしゃべりして、おしゃべりだけだった。そう、え、なあ、奥田さん、うん、いつ頃終わるって言うけど、ゴールデンウィーク過ぎるよな、うん、過ぎるよね、当然過ぎるところの話じゃねえ。過ぎるところの話やね。この山田よ、特効薬変わんないでしょ、見た時と、うん、あら、あれ何やったかな。何か山田用のよだれ。ああ、よだれ、山田用のよだれは樹脂さ、エポキシ6815なんかね。そうやろ、うん、これはあれやろ、これは特効薬、
シュッシュってかける1、伸びが良くなるやつ、伸びが良くなる、よだれは何やったこれ、よだれは6815、よだれ先生がつけたよだれは俺がね俺がだってエマだよとかそんなこと言うやつ、よだれなんて言うやついないな社長あ、ありがとうございます、リムクしなくなる失敗品、お前らお土産、お前らハチさん舐めてかかってたらこうなるじゃあ一応整理品は収めたいね、はい、ありがとうございます、大して俺整理してこなくてさ、いや、20日もう本当に小分けのここ貼り付けますんで、マジなの、うん、本当に急がんとさ、うん、あとの通数ジムにもあったやん、は、うんうん、通数ジムに、うんうん、あれは秋口までやけどさ、うん、キノコ取りに乗っていく車やった、じゃあ真剣だ。